ご視聴ありがとうございます。龍が如くセブン外伝、名を消した男のですね、シナリオを進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。今回から第2章に入りますね。はい、ここはですね、懐かしいあれですね、朝顔じゃないですかね。すごい綺麗な映像ですね。びっくりですね。朝顔だよね。朝顔、みんな、はい、そろそろ出れる。お花も買っていかなきゃいけないんだからね。犬いますね。だって前からいたっけな、ちょっと覚えてないな。俺の服は知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。ハルトってなんか聞こえるね。さあほら行くよハルト。お、ハルトじゃん。あれだよね、あの娘だよね。あのもう全然なんかちょっとねえ中途半端な記憶であれだけど、しまったな。龍が如く6やりたくなりますね。てか龍が如く最初からまたやりたいなって気もしますけどね。はい、まあ、それはさておきですけど、はい、あのあれですね、田村さんと喋ってますね。田村ってちなみにとあれですね、日本統一のね役名ですよね。実際違いますよね。花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。まだ話してます、はい。俺の計画はこうです。ちょっとねこの話長いんでね、ちょっと聞いていただいて、もうなんか物騒な話してますけどね。それが花輪さんと一緒に見っかれば大同時には桐生さんに見える。ここのバーなんだっけ、サバイバーって言いましたけど、世間的にはどっちの死体も、これモデルの店あんのかな。一回ちょっと野毛あたり歩いてみたいですけどね。なかなかねちょっとねカメラ構えながら歩くのがねちょっといいね。用意できなかなか勇気いる場所なんですよね、あの辺はね。やめてください、すぐ調達できますわ。あの辺はねちょっとねやっぱね横浜の中でもねやっぱ今度はちょっとあれですよね。なんつうか、異質な街だ、とんがった街といいますかですね。はい。はるかちゃんって言いましたっけ、あの子ね。どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。そうですね、あの辺は、野毛とかね、福富町とかはね、なかなかね。なかなか面白い街ですよね。まあ、最寄り駅多分日の出町だと思うんですけど、桜木町とかね。さっさと花を返せ。カメラ構えて歩くのはね、ちょっとね、こっちのようや。おやめになった方がよろしい街。まあ、昼間はね、まだいい、ね。人違いだと言ってる。結構ワイルドだよね、あの辺な。吉田町まで行くとね、結構いいんですけどね。黙って見合っとってもしゃあない。はい。それは見ての通りキーホルダーだね。赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅう。あ、そうですね、このショーでですね、いよいよ大阪に行きますね。横浜からお別れです。花輪さんも今車で蒼天堀に。あれ、もしかしたら横浜ってそんな出ねえのかな。今回話として、なんでそんな真似をする。予感はこれで終わりっぽいような感じしてきたな。親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。こういうシャツってどこで売ってるんですかね。あの今このあのアホらしいなってくる。ねえ、アホらしいってのはこっちのセリフだ。ねえ、ああいう、そもそも俺は、ド派手系のシャツ。あと一遍でも言うとる、花輪は殺す。いやいや、そんなそんなもうかわいそうなことしないでください。に連れてきたらその時点で交渉はしない。やっぱ携帯はアンドロイドですよね。俺らが会うことは二度とない。花輪さんはあのね、あのあれですね、あの視聴者の方もおっしゃってましたけど、あのあれですね、エクスペリアではないですよね。手汗見せたらどうだ。あのやってみたら iPhone6 の時でしたっけね、あれエクスペリアをね、あの蒼天堀川の南側を流れに iPhone6 じゃねえですね。 iPhone じゃねえですよ。龍が如く6ですね。龍が如く6の時はエクスペリアっぽかったですよね。ゲームのあの着信音といいね。せやけど悠長にやるつもりはありません。
道島の龍が噂通りの男やったらすぐ答え。結構皆さんあれですかね、 iPhone 持つ前は Android って人結構いたんですかね。僕もあの iPhone 持つ前花輪さん見捨てる気やったらそれも結構あれでしたね。 Android も持ちましたね。好きにしたらええ。 Xperia でしたねあれ確かね。でもなんかすぐ iPhone になりましたね私。はい、もしもし。俺だよ。住職。住職さんと話してますね。上流だ。連絡をお待ちしてます。ここですね。ここね、わかんないな。まだ人質に取られてる。まあ、なんとなくね、のどこか、なんとなくこの辺かなっていうのはわかるんですけど、川沿いからね、なんか一本入ったとこなんじゃないかなっていうのはわかるんですけど、このやり取りをね、サバイバーね、モデルのお店あるのかな。その場合、俺は花輪の救出にしくじったってことだ。野毛とかあの辺もきっとコロナでね、閉めてる店多いと思うんですよね。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。なんとなくあのね、スミレの近くじゃないかなと思うんですよね。伝えておくべきだと思ったんだ、うん、ちょっとね、一回ね、あちょっとね、写真とか撮らないですけど、なんかちょっと歩くだけ歩いてみたいですね。まあそんな遠い場所でもないですしね。誰にも分からなくなるんだな。分かりました、お心遣いに感謝します。まあでも世の中的にはね、そういえば携帯の話も出ますけど、アンドロイドのスマホ持ってる人がきっと圧倒的に多いんでしょうね。まあ、YouTuber の人はね、iPhone でそのまま撮影したいからってね、iPhone 持ってる人非常に多いですよね。まあ、私も、まあ、その中の一人なのかもしれないですけど。iPhone はまあ、ね、慣れるとやっぱ使いやすいですよね。なんでしょうね、カメラ性能なんてね、実は Android の方がいいっていうね、人もいらっしゃいますしね。はい、蒼天森ですね。行きたいな大阪ね。大阪ね、もうしばらく行ってないですね。もう大阪最後に行ったの何年でしょうね、2020年、もう3年以上行ってないんですね。もう分かんないだろうな。はい、これ実際ね、これを多分龍が如く6とそんなに変わってないんでしょうけど、まあ、今回蒼天堀ごろね、桐生ちゃん初めて行った時もね、そんなに分かんなかったですもんね。あ、ここそういえば公園あったなとかさ。あと龍が如く0でね、なんかあのキャバクラの経営とかやってたもんね、これでね。あ、これスマイルバーがここにもあるんですね。あと質屋さん、売ってるものチェックしておきたいですね、とりあえずね。質屋さんってどこなんですか、皆さん行かれるんですかね。僕あの質屋さんで物売ったこともないし買ったこともないですね。それはね、リサイクルショップとは違いますからね、質屋さんってね。よくあの質草っつってね、ね、お金借りる場所ですもんね、基本的にはね、これね。お、なんだっけ、この子、なんだっけ、小野道夫だ。あ、小野道夫、うわ、懐かしいな、あれ、龍が如く6だよね、確かね。もっと前からいんのかな。なんかいろいろありますね。ありがとうございました。結構ありますね。あとこれでコンビニももちろんありますからね。装備品はこれあれなのかな、質屋で買うのかな。質屋って言えばあの、そうだそうだ、何の話を取ったら、あの質屋ってあの、それこそあのなんだっけ、龍が如く7のね、あの舞台になった、あのそれこそね、あの横浜のあたり、その野毛とか日の出町、小金町ってね、昔から質屋多いですよね。で、あの質屋のあのなんだっけ、その質草に流れたやつ、あれ見るのがね、すげえ楽しみで、よく見てましたね。なんか
赤目ってやつを知らないか。あ、赤目思い出した。そうだそうだ。なんかゲームウォッチがあって、ほら、昔の。あれや。駐車場の方に歩いてたね。これ口癖にする人いるんだ。すぐ追いつくわ。何年か前ですね。何年前だろう。行ったらすぐわかるわ。早いか。でも意外といい値段でかやるんだなと思って。で、なでそれを、あ、面白いなと思って次見たら、あれ買っちゃおうかなとか思って、で見に行ったらもうなかったですね。あのゲームウォッチのパラシュートってやつとドンキーコングってやつがあって、ドンキーコングはねちょっと本気で欲しかったですね。いい値段でしたね。なんか数千円だから、あれね、いくらで貸したんでしょうね。あのからね、七草数千、なんか1万円はしてなかったような気がした なんか。でも当時のものですよね、あれきっとね。あ、パインアメが広告出てますね。これスポンサーなんですかね、パインアメ。やっぱあれなんですかね、パインアメって僕知らなかったんですけど、あれ大阪のものなんですかね。まあ、別に普通にこっちでも買えますけどね。お、これ初戦闘ですからね。あ、町のチンピラっては使えないですね。ほら、能力アップをね、まだあんまやってないんですよね。ちょっとやりたいですね。あー、看板壊しちゃった。はい、看板高いんだよ。これサンシャインじゃない？サンシャインじゃん。お、サンシャイン。まあ、なんか入れないですね。サンシャインってあれだよね。6か0かな。6じゃないか、0か。なんだっけ。真島さんがやってたやつかな。あ、なんや、おっさん。赤目ってやつを。なんでこう駐車場でタムロールんですかね。聞いたことは。本当ね、いますよね。赤目さんには無用や。さあな。あ、なんやだ。あ、これやっぱりあれなんですね。大阪だからやっぱりあれですかね。方言が変わりますよね。赤目を探して。まあ、かといってね、あの横浜が舞台の時その方言出てなかったですよね。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは知ってんだ。なんや、あんた知らんのかい。そうかいな。あらら、よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのこれだけが手がかりなんだ。サントリーボスが光ってますね。何も知らん、あんたが持っとくあれね。そうだ、わしらがもらっとこ。ボス、いいやろ。ボス缶6本買うとなんかあれですね、ゼルダグッズもらえるの近所のスーパーでやってましたね。それと今ボスもここまでしましたね。おまビビっとるんちゃうか。いるかつだでもグラさんでよ、わからんけど。クリアファイルは欲しいな。でもな、お前らに怪我させるつもりはないんだ。なんかね、ランチボックスでしたね。ええからそれよこせよ、おっさん。口で頼んでるうちんな。あれ、なんかパンとか入れないちょうどいいんだろうな。でもな、そらこっちのセリフや。まあ、大体このパターンだよね。これはもう強制イベントですよね。あそこで端っこでね、いる人がいるんで大丈夫なんですか。車にチーチーとか、あ、なんかね、ミニチャレンジ的になんかこの黒い車を撮影するっていうのがあって、でもの、あとだいぶ平和になったらですね、平和つうか、ある程度ストーリー進んでからですね。ゴミ箱だ、いてーよ、だめだ。うわー、これ片付いたかな。あ、終わりですね。あ、さっきのあの二人組いなくなりましたね。このね、コインパーキングでね、こうウィーンって上がるやつってね、車高低いとね、お前らじゃ違うね。エアロとかね。あかねんとこやんないし。これ以上手間かけさせんな。そんな相手にすごもんやめや。やめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸や。仲間も連れんと一人でようやるわ。あ、赤目さんが出てきましたね。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。ああ、ウイカさんなんですね。蒼天堀の何でも屋。じゃあだからこれ龍が如くセブンでも裏にいたんだろうね。ホームレス仕切ってると聞いたんでね。
もっと違う感じを想像して。ウイカさん合ってるね、こういうの。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。これドカジャンあったかいっすよね。ほら、いつまでそんなに使うんどろん。足引きずってるね。もう本当にもう。プチに何の用や？あらまあ、その赤虎。ってことはあんた、渡瀬組の客やな？渡瀬組の客、もう全部わかってんだね。鶴野って男から、あんたにこいつを見せろと言われた。ああ。そんな感じなんだね。了解や。オッケー。そしたらついてきてくれる？待てよ。こっちは何も OK じゃねえ。何も OK じゃねえ。何も OK じゃねえってのはどういうことなんだよな。手下ってことでいいんだ。うん、うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係。ウイカさんはもともとあれなんですかね。大阪の人なんですかね。じゃあそんなに。花輪のこと。関西の言葉を演技しなくても普通に喋れる人なんですかね。冗談だ。水曜日のダウンタウンぐらいでしかちょっとねお目にかからないんですけどね。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。龍が如くに似合う人ですね。本当見事なぐらい似合う人ですね。ついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって肩着とも言えなさそうだね。確かに肩着っぽくはないですね。なんて読んだらええ？あ、そっか、名乗ってないですね。本当に鶴野から何も聞いてないんだ。全然。うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。おもてなしする係なんですね。ああ、もてなしって何のことだ。もてなし、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。通行証、ま、すぐ行けるところやし、うん、これ通行証なんですよね。これ後に分かりますんでね。このね、本当龍が如くっぽいとこですよね、本当ね。俺のことは上流と呼んでくれ。でもやっぱなんか龍が如くはこの外伝やってましたんだけど、うちは赤目や。やっぱりこう、そんなら行くで。アクションは面白いですよね。龍が如くセブンのね、あのドラクエ風のね、あれはあれで面白いんですけど、でもバッグは面白いですね、このね。うちの事務所や。普段は人入れへんねやけど、操作するつのは面白いですよね。赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうやろ。ボロい。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。あれじゃん。汚いとこやけどどうぞ。そうだ、これあれだよね。うん、後で上流も登録しとく。なんだっけ、真島さんの勤めてたあれだ。あれはなんだっけ、ああ思い出した。龍が如くゼロのあれか。ここは赤目さんの事務所やで。まあ、あら綺麗になったね。うちは好きに使ってええよ。なんだっけ、外と随分印象が違う。龍が如くゼロやりて。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。そうだ、仕事から裏の人ともつながってるし。ちょっと前もと調べてやがったな。何でもやだったな。まあゼロね、まあね、クリアしてるからいいって言うんだけど。笑わせるわ。なんだっけ、あの女の子がね、ここにここかかかくまってたとこだよね。まあのんびりしてて。上流の名だけ登録させて、まあこう出入り自由できるんですよね。そしたら自由に出かけてってええから。綺麗になったね、やっぱね、こう近代風になったよね、あのね、もうね。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。ね、すごいね、目であれなんだね、あの指紋とかじゃないんだね。可愛い目してんのに、なんでずっとグラサン？あんたはただの詮索はなしだ。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくすごいね。もうすぐに出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。
うん、これでねちょっとね、この装填堀をね確か自由に動ける、若干自由に動けるんですけど、さてこれからどうする、上流この後ですね。あんたは何者なんだ赤目。何でもやるだや、赤目のね、まあ、確かちょっとイベントをこなさないとちょっと先に行けないんですよ確かね。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。それで防犯カメラ見れるんだね、代わりにいろんな情報をもらってる。それが蒼天堀の防犯カメラもいろんなの映ってそうだね。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。まあホームレスの支援は大変だよね。日本で一番ホームレスが多いんやって、ね、そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやってけんのよ。中小企業なんだ、法人格持ってんのかな。とある場所へはすぐに行けないのか。とある場所、ちょっとね、行けないですね。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かと。確かにそうですね、万全の体調で行った方がいいですね。友情にしてる場合じゃねえんだよな。まあというわけでですね、今日の動画はこちらで以上になりますんで、ですね、まあ2章が始まったということで、引き続きね、まあ、とにかく次回以降も2章を進めていくっていうことになりますんで、ちょっとね、蒼天堀をねお散歩したりしますんでね、お楽しみいただけたらと思います。はい、うちは仕事が山積みなんや。というわけで今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ソファーレベルの寝心地悪そうだな。はい、というわけで、はい、途中になっちゃった、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。あとぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。